これは長野オリンピック悲願の金メダルに隠された真実の物語。原田、長野は絶対俺たちで金メダル取ろう。見つかった。チクショ、チクショ。お前にもテストジャンパーをやってもらう。こいつら完全に寄せ集めですよ。テストジャンパーは毎朝せっせと飛んでジャンプ台の安全を確かめる。地味な上にきつい。こんなとこで俺何やってんだろうな。テストジャンパーなんか断れば。俺はお前の金メダルなんか見たくないんだよ。それでも俺は金を取らなきゃダメなんだ。金メダルを。天候悪化のため競技を一時中断いたします。このままだとメダルが取れない。競技を再開させるには25人全員がこの悪天候の中ジャンプを成功させなければならない。むちゃくちゃだ。危険すぎる。西方さんはこれでオリンピックを終わらせられるんですか。僕も飛びたい。ずっと自分がなんでここにいるのか分からなかったんです。でも初めて誰かのために飛びたいって思ったんだ。きっときっと優しさはごまかせ。これは仲間のために命がけのジャンプに挑んだ25人の英雄たちの物語。俺が日本に金を取らせます。西方飛べ。日の丸ソウル舞台裏の英雄たち。